9月11日水曜日の全国の天気をお伝えします。では天気図から見ていきましょう。北海道は前線の通過に伴い雨の降るところがありそうです。また熱帯低気圧の中心離れますが、南西諸島は湿った空気の流れ込みが続き、雨が強まったり雷を伴う恐れがあります。では天気の移り変わりを見ていきましょう。北海道、雨の降る範囲が道東や道南に広がる予想ですが、道北や道央はだんだんと雨が降りやみ、天気は回復傾向です。また西日本の太平洋側ほど湿った空気が流れ込み、雨の降りやすい状況続きます。また晴れる地域でも内陸山沿いを中心に天気急変の恐れがありますのでご注意ください。また南西諸島では沖縄本島や奄美地方ほど雨の強まり、雷雨に要注意です。では気温の予想を見ていきましょう。14時ごろ見ていくと、東北から九州にかけて30度を上回り、まだまだ夏のような暑さが続いていきそうです。ところによっては35度近くまで上がり、熱中症対策が欠かせません。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。